スイスチーズのブロックスイスチーズは、エメンタールチーズに似たチーズのいくつかのバリエーションを指す、北米で使われる、一般名称である。ある種のスイスチーズは独特の外観を持ち、すなわちブロックに、目と呼ばれる穴が開いている。スイスチーズにはピリッとした辛味があるが、さほど強い風味ではない。目が開いていない、スイスチーズは、毛と呼ばれる。エメンタールチーズの生産には次の3種類の、 バクテリアが使われる。チーズの生産段階の終盤で、プロピオニバクテリアは、他のバクテリアから分泌された乳酸を消費し、酢酸塩とプロピオン酸と二酸化炭素を放出する。二酸化炭素は徐々に気泡を形成し、これが、目へと成長すると考えられてきた。その後の研究により、 伝統的な乳搾りの際に用いられてきた昔ながらのバケツに残留していたし草の微小片が目を生じさせていたことが明らかとなった。酢酸塩とプロピオン酸はスイスチーズに好みのような甘い香りを与える。一般にスイスチーズは目が大きいほど香りも高くなる。発酵期間が長いほどバクテリアもそれだけ活動するためであるが、 この発酵によって大きな目を持ったチーズはスライスが難しく、スライサーを使うとバラバラになるという問題も生じる。工場の品質管理者は G、ラデエスタンプを取得するため、スイスチーズの目の大きさを抑える傾向がある、とされていたが、前述の星草説との整合性がなく、目の大きさと香りの高さの関係について、決断を下すことは難しい。 ベビースイスとレーシースイスチーズの二つはアメリカのスイスチーズの亜種である。いずれも小さな穴とまろやかな風味がある。ベビースイスは全乳から、レーシースイスは低脂肪乳から作られる。アメリカ合衆国で最大のスイスチーズ工場はオハイオ州ブルースターにあるブリュースターでありである。ありがとうございます。